香港大学は、香港、薄北スクバヤ市に本部を置く香港の公立大学である。1911年に設置された。1912年の香港大学東門入口中山広場香港。大学香港大学の一香港島西部にメインキャンパスを有し、深海にも研究所がある。2018年度の在校生は1万7千人。研究生を入れると2万9千人。 教職員数5249人であった。2012年現在の学長は、長章教授。名誉総長は、行政長官が務め、行政長官がかけたときは、行政長官代行が名誉総長代行を兼ねる。大学の略称は、港大、博。香港最古の大学であり、大学評価の世界的指標である、ザ・タイムズ・ハイヤー・エデュケーションによる、 世界大学ランキング2020では35位であり、アジア圏の大学では第4位である。2019年現在は、聖火大学、北京大学、シンガポール国立大学、香港科技大学、東京大学とアジア研修を争う大学である。日本の慶応義塾大学と韓国の四世大学の三大学合同で、東アジア研究プログラムを行っている。 著名な卒業生には中華民国を成立させた孫文がいる。1887年に創立された香港医科大学を前身とし、1910年当時の香港総督であるフレデリック・ルガードによって総合大学として再編された。3月16日を創立記念日とする。1911年大学として認可され、 1912年に最初の入学式を行った。当時は医学部、工学部、文学部の産学部のみであった。第二次世界大戦中、日本軍の占領下では閉鎖されていた。現在は教育、法律、経営管理、経済、理学系、社会科学系など中の学問分野のファカルティを持つ大学に発展している。香港は 中国返還以来大陸との交流が盛んである。2006年に香港大学を卒業した大陸からの留学生の40%が香港で就職している。中学部とその他の学術研究センターがある。博ライブレリーズは1912年設立。香港最古の学術図書館で230万以上の蔵書数がある。オンライン蔵書検索。 ドラゴンで、書籍、ジャーナル、その他の蔵書が調べられる。メインライブラリーの他に6つの専門図書館がある。Mostly Male and Female with Shared Room Tips, Andes Specified, University Rankings 2020レコードチャイナ、高収入の魅力人材流出、香港大学への留学生4割は大陸に戻らず。ありがとうございます。